白和寺、または、教会ローマ寺は、ローマ寺による、ビンナ語や発火語の聖書法である。19世紀に、キリスト教の長老派教会により開発され、民間まで普及してきた。成長は7つある。伝統的に1から8と数字で表されるが、第2世と第6世とは同じ成長なので、白和寺の表記法は、第6世を第2世に合併する。 ごとごの間にはスペースで区切りを表すが、ご中にはハイフンで、各音節をつなげる。例、タイヨアン。また、方向保護、可能保護、程度保護、結果保護、動作量保護、代名詞の目的語、語尾、助詞など形成で読むときは、その音節の直前に二つのハイフンをつける。例、ローライ。ボイジャーのゴールデンレコードに搭載されたビンナン語の、挨拶。 タイ、コングペングユー、エル、オ、エル、チア、エイチ、ピー、ベー、ウーイン、トーライ、ジー、エヌ、チア、チェイ、オー、フトゾラ、ホーユー、ニー、ハオ、食、アグリミ、ユー、オサムキタルゲン、シャザ。以下、特に断りがない場合は、台湾発火後での表記法について記す。成長は6つあるいは7つ。ありがとうございます。